わきわきわっきー。森の都のカプセリスト兼ガチャガチャ研究家のわっきー貝山です。ペットマガジンある種、私物で構成いたします。もふもふガチャガチャのコラム。あの大人気コップのうちこさんが猫まみれになっているという非常に珍しい。ぜひ皆さん、じっくりとご拝読よろしくお願いいたします。じゃーん。仙台青葉祭りでね、ヒカルちゃん来てくれました。お手紙いただきました。ありがとうございます。はいよ。今、初めて読みます。よいしょ。あら。ワッキーさんへ。箱の中にペタペタのウォールニャンが入っているんだけど面白いよ。ヒカルちゃん。ね。ありがとうございますね。スーパービッグ、原の町店のガチャだよ。あら、かわいいね。そう、そんなね、ヒカルちゃんからもらったガチャからスタートいたしますよ。毎週月曜日は1週間、最新ガチャガチャやってみた。そう、最新カプセトイパトロール。では、ここからは早送りで回していきまーす。ラスト。ん？7つ目です。それでは一個一個見ていこう。どうぞ。一日目。これヒカルちゃんからもらった。いや、ちょっと期待できますね。三等堂カプセルペタペタボールニャン。全4種。ブラック、ブラウン、オレンジ、ホワイト。ブラック。昔からあるよね。はーい。先がね、ペタペタしてるんです。ねえ。これをこう、ペタってくっつけると上からね、落ちてくるっていうね。これちょっと、ガチャボート一緒に楽しみたいと思います。よろしくね。さ、いけるかな？いける？ちょっと急じゃん。どうなの？ちょっと出してみますか。すごいな。おい、大丈夫か。おい、おお。じゃあ、2日目。まあこれもヒカルちゃんからもらったやつですね。はい。いやー懐かしいね。お、オオサンショウウオかな？恐竜かな？爬虫類と両生類のコラボレーションのゴム人形。2体で100円。メーカー名が不明。いやー、昔からあるけどな、ちょっといいね。こうやってね、カメラの近くにこう寄せたりするとね、こう、リアルな感じしません？ね。いやー。100円ですよ、税込み。すごいなぁ。うん、なんかこういうものを手にするとまたホッとするよね。ああ、古き良きガチャガチャの世界を堪能できるアイテムです。ヒコルちゃん、ありがとに。3日目です。3日目はブルーのカプセル。IP4 です。マウスのマウス。ん？ボールキーチェーン付き。ねえ、これは何ですかね。ブルーサファイアかな。ね、マウスですよ、ほら、マウス。お、マウスのマウス。お、こうやってね。え、なるほどなるほど。はあ、パソコンには決してつなげられませんけども、マウスっぽく遊べるって。お、これでなんかあれですね。なんか仕事もね、はかどりそうですね、これね。カチカチ。カチカチはならないね。マウスのマウス。ダジャレですけどね。いい表情してます。マウスのマウス。マウスのマウス。伝われ。伝われ、伝われ。マウスのマウス。マウス。4日目。4日目。黒いカプセルは、ソータです。暦の神様。また独特な世界観のアクリルフレームってやつ？うん。梅雨、
田植えということで、てるてる坊主が当たりました。ちょっと我々が見ているてるてる坊主とはちょっと違いますけどね。さあできました、ソータ風てるてる坊主、くるくる回しておりますがいかがでしょうか。独特な世界観ね。お好きな方はぜひ回してみてください。6日目です。6日目はそのまま入っております。これいただきました。はい、タカラトミーアーツパンダの穴でミニチュアスナイパー2アカロン、マカロンの間にスナイパーがいるという、もうこれも、このマカロンがねまたねリアルなんですよ。マカロンだけで出せないのにねスナイパーを挟んじゃってるっていうねこれも独特な世界観ね。ぜひマカロン好きスナイパー好きにはおすすめでございます。シュールだシュール。6日目です。ブルーのカプセル、タカラトミーアーツインテリアニマル、インテリアのアニマルです。こちらクジラがジアン、ね、ダイニングテーブル、タオルケットですかね。クジラのダイニングテーブルですねよく考えますねラスト7日目です。何何これ、カプセルがこうなってる。はあ、プッシュよいしょ。お、何これは、出たクオリアミルククラウンリング、これミルクのね波紋っていうんですかね。これのリング、すごいね、王冠みたいな感じこれはバナナミルク、まあ、言われないと分かんないですね。ここに若干切れ込みがあるんでサイズはフリーですか、ね、いやどうですか、小指がいいのか、いやいや何つけてんのって言われそうですけどね。どうでしょう、イエーイ、もう勘弁してください。ビヨン、この世界観からのスナイパー、このダイニング最高、マウスも最高、私はミルクの王子様、手を挙げろ、にゃん、お、懐かしの襟巻きトカゲだ、最後のコラボもありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらにはワッキーかやま所有のガチャガチャのコレクションからこの辺見てみたいよ、特集してほしいよとか、エモーイ昭和レトロ風ガチャガチャ、ご当地オリジナルのガチャガチャやカプセルトイね、ありましたらぜひコメント欄にて情報お待ちしております。それではちょっと焼けたお盆祭りでまた次回ー。